中国当局の国民に対する監視は日に日にエスカレートしています。街中の監視カメラ、顔認証や声紋認証、歩容認証の他に、最近新たに 5G 技術を使ったロボット警官が登場しました。中国の官製メディア人民網が14日、中国初の 5G 技術を使ったパトロール用ロボットが上海の南京路をパトロールしたと報じました。このロボットは広角 HD カメラ4つ、赤外線サーモグラフィー、ズーム HD カメラを搭載し、死角のない全方位監視が可能で、顔認証機能を備えています。また、場面に応じて様々な宣伝内容を中国語や英語で再生、拡散することができ、現場の写真をリアルタイムで警察に送信できるとしています。南京道路有的，我们老百姓就是没有什么隐私了，没办法了。我们认为没有必要嘛，你没有自信嘛，你不是说国内很安全嘛？那边就是我们上海的市中心人比较多，上海市政府新广场也在这条马路上 ，P2P 的游行啊也有啊，2018年网民撒传单啊。上海の人権活動家は、悪事をし尽くしている中共は現在崩壊を目前にし、すべてのことに過剰反応していると指摘します。特に今年は政権樹立70周年になるため、庶民に対する監視もさらにエスカレートしていると憤慨します。那个监控是比较深洁了，本就是要阅兵政府自己进去啊。其实前面不少网民都被送到派出所，有的拘留了，有的关到黑牢去，他们手机都监控了很呀。你说我要到北京去了，他马上来了呀。庶民に対する当局の監視と安定維持の手段は日に日にエスカレートしています。調査会社によると、中国各地に設置されている監視カメラは1億7600万台に上り、2020年までに4億5000万台が設置されるといいます。これに加え、顔認証、声紋認証、歩容認証などのハイテクも次々監視システムに投入されています。NTDA ジャパンがお伝えしました。